山田バサラ、サラバンズでおはようございます。誰が読んだか、心優しきパンクロッカー、山田バサラです。今日は合わせの海に来てまして、まあ前日収録でね、もう夕方で暗くなってきましたが、まあこういう感じの背景のサラバンズだよりもいいんじゃないですかね。えー、と思いまして今撮ってますけれども。えー、この一週間、まあいろいろね、 えー、インタビューしたりとか、まあ散歩の話とかね、えー、ギターの話がしましたんで、今日はですね、フリートークで僕の恥ずかしい話ね、せっかくなんで音楽活動にまつわる恥ずかしい話を暴露したいと思います。まあこういう話喋る方は緊張しますけどもね、聞いてる方はきっと笑ってくれるかなと思って、今収録に臨んでますけれどもね、えー、じゃあちょっとユンタクしましょうか。えー、これは僕がですね、 二十歳ぐらいの頃の話ですね。東京にいて、まあ音楽活動を始めた頃ですね。まあ夢に燃えてる山田少年、山田青年の頃の話ですけれどもね。えー、当時、楽器屋でバンド募集できたんですよ。えー、バンド募集、あの、紙、手書きで、チラシにね、えー、チラシっていうか、まああの、紙にね、えー、手書きでね、えー、バンド募集をして、楽器屋のとあるね、壁に、一面にですね、 貼って、バンド募集をするとですね、それを、張り紙を見てくれた方から電話をいただくということがありましてですね。まあ、あの、例えば、えー、当時の僕だと、えー、東方、二十歳、男、男性、ボーカルギターをやっていますとかね、えー、好きなジャンルはこれです。好きなアーティストは誰々です。プロ思考で頑張ってます、みたいなね。<laughs> そんな感じで募集をかけて電話番号を載っけとくと、 電話がかかってくるみたいなね。今考えると、個人情報とかすごいですよね。結構かかってきたんですよね。で、その中で一人、忘れられない方がおりまして。まあ、もう25年も経ったので、苗字ぐらいはいいかと思いますが、大川さんという方がおりましてですね。えー、その大川さんと、ね、バンド募集をかけるとお電話いただきましてですね。なぜか気が合ってですね、とっても仲良くなりました。え、スタジオに入っただけじゃなくて、 えー、一緒にね、えー、僕のライブを見に来てくれたりとか、あとは、東京ドームでね、ローリングストーンズのライブを一緒に見に行ったりとかですね。まあ、えー、今だから言える話ですけどもね、ナンパしたりとか、そういうこともありましたよね。えー、そんな、大川さん、ある日のことなんですけどもね、僕に、山、えー、ちゃん、今すごい売れてるバンドがいて、人気があるから、一緒にこのバンド見に行かないってお誘いいただきまして、 まあ本当は今考えると全然乗り気じゃなかったんですけどもね。まあ大川さんの勢いに押されて、じゃあ行きますよなんてね、えー、生返事をしてしまって、やっぱり見に行きたくなくてですね。結局当日になくて、当日になっても気が乗らなくて、僕は今恥ずかしい話なんですけど、すっぽかしたんですよ。で、まあ僕も甘えてたんですね。えー、王さんに。で、まああの、気が乗らなかったんですいませんぐらいで、 許してもらえると思ったんですよ。今考えたら恐ろしい話ですね。で、翌日、お電話をしたら、留守番電話になっておりましてですね、えメッセージにですね、え、こうこ,うこうで僕は、えー、すっぽかしてしまいました。ごめんなさい。折り返しお電話いただけますかみたいな感じでね、残すと、やっぱりかかってこなくて、翌日も、なくて、 で、僕は電話をしたんですけど、取ってくれなくて。そういうのが毎日一週間ぐらい続きましてですね。まあもう、これはひ、大変なことだなと。俺は不義理をしたんだなということを気づきましてですね。まあただもう後の祭りですよね。えー、それから、あのー、まあ一ヶ月ぐらい毎日かけたと思います。電話を取ってくれなくて。半年たまにかけても、やっぱ繋がらなくて。一年ぐらいかけたと思います。やっぱダメでしたね。 そんな感じで、もう、たったそれだけで、縁が切れたという、切れてしまったという、まあ本当に情けない話がありますけどもね、今考えたら結構ね、ファンキーな音を弾いてくれる、え、王さんでね、僕の歌声も気に入ってくれてたんで、面白いバンドができてるかもしれん。まあこういうのって夢物語ですよね。まあ後の祭りですから。まあなんかこういう、不義りっていうんですかね、 まあ、あのー、僕も音楽活動を続けることで、まあ、ちょっとは自分も成長したというふうに信じて今こうやってサラバンジ頼りで今タクさせてもらいました。ね。なんかだんだん喋ってるうちに暗くなってきましたね。えー、こういう感じで僕もね、えー、サラバンジ頼りで偉そうなこと言ってますが、こういう不義理もたくさんして今があります。えー、こんな山田バサラですが、 これからもよろしかったらお付き合いくださいませ。ということで、本当にどんどん暗くなりましたね。<laughs> ということで、今日は恥ずかしい話を暴露しました。皆さんが楽しんでくれたらいいかと思います。ということで、今日も一日サラバンジ。